で大人気のマインクラフトハンガーズシリーズ2というキーホルダーでしょうかね。こちらの方を新しく購入してみました。こちらはたくさんいろんな種類があって、ダイヤモンドスティーブ、アレックス、オセロットとかね、ウォーフ、スクイッド、イカとかね、チェスト、花とかいろいろありますけど、何が出てくるか分かりません。さあ開けてみましょう。じゃあ僕が大好きなやつはどれが出たいですか？ダイヤモンドスティーブがいいので開けていきます。はい、じゃあスタートです。何ですか？それは何色でしたか？黒色。おお、これです。何ですか？これ。ああ、これ悪もんね。悪もんですね。名前はエンダーマンでした。エンダーマン知ってるよ。エンダーマン、この黒のエンダーマンが出ました。いいですね。エンダーマンかダイヤスティーブかどっちだった、うん、どっちだったらいいかなって考えてる。どっちもだった。でもしっかりしてるね。うん、かわいいですね。じゃあ早速リュックにかけてこうね。じゃあまたね。はい、続きです。はい、手と足をつけるのを忘れてました。なんだか変だなと思ってたら手と足が入ってたので装着しました。これでエンダーマンの完成です。それからここをパカッと開けるともう口が開いて気持ち悪いまということで完成しました。